おはようございます。今日は X ブッダ第5話の宿題をシェアしたいと思います。第5話では4つのラポールっていうキーワードが出てきました。これを覚えておくと便利だと思いますので今からお話しします。コミュニケーションの世界ではフランス語のラポールっていう単語を使ってラポールを築くっていう言い方をしますよね。ラポールっていうのは、人間関係が穏やかで心が通い合っている状態のことを言います。なので、ラポールを築くっていうことは軽い信頼関係ではなくて親密でノーガードで心を開いた人間関係を構築するっていうことなのかなって思いますね。人間関係でラポールを築くためには、本当に簡単には言えないくらいたくさんのポイントが、存在すると思います。でも4つに絞ると覚えやすいですよね。この4つに集約されたラポールを築く方法、またはコミュニケーションを円滑にする、シンプルな4つのラポールで、そんな感じで、これからご紹介させていただきます。一つ目に肉体的なラポール、二つ目は感情的なラポール、三つ目は精神的なラポール、四つ目は言葉のラポール。この四つ、とてもシンプルですね。このたった四つを考えるといいんですね。ラポールを築きたいときにね、ただ漠然とラポールを築きましょうって言っても、範囲が広いっていうか、アングルがいろいろあって大変なので、肉体、感情、精神、言葉で、この4つのキーワードを頼りにラポールを築いていきましょうっていう話ですね。では最初に肉体的なラポールなんですけど、とにかく肉体的、身体的にですね、相手と同じ服装にするとか同じ髪型にするとかするといいんです。例えばディズニーランドなんですが、楽しいですよね。ディズニーシーとかランドとかに行くときに、なんで友達同士制服みたいに服装を揃えたりしたがるんでしょうね。あとミニーちゃんのキャップとか全員でかぶってたりしますよね。まさにそれだと思います。あの一体感、ノーガード、信頼関係で、ディズニーランドにはミッキーがいて、メリーポピンズとかドナルドダックとかモンキーとかいますよね。で、他はちょっと忘れましたが、でディズニーに行く人も、迎える側も、もう世界観がね、一致してるんですよね。もしこんな状態で、授業をしたらですね、何かを学んだら、もう記憶力もアップして、もう何でもバンバン吸収しちゃう、そんな条件が自然に揃ってますね。あと、肉体的で言えば、相手の呼吸とか、いろんなタイミングとかありますよね。手の動きとか。もう瞬きの回数とかね、いろいろあると思いますが、なるべく全部を一致させていくといいですね。相手が T シャツを着ていたらこちらも T シャツを着るみたいな感じですね。そういった意味では、学校の制服とかいいのかなって思いますね。髪型にもルールがあって、男子は丸坊主とかで、通学カバンもみんな一緒とかありますよね。ただ教育の中身とコミュニケーションスキル不足ですね、問題は。そういえばお受験して入る付属小学校とか、有名私立小とかね、制服ですよね。かたや庶民の小学校、私も通いましたが、庶民の小学校とかね、区立小学校とかありますよね。私立とか公立のね、
あとアメリカンスクールとかも私服ですよね。服装自由ですよね。まあ、全部を調べたわけではないですが、なんかそういうイメージですね。でそれ以上のことは分かりません。あと小学生が朝通学しているのを見て、ランドセルの色ね、見て思ったんですよ。昔はね、女子は赤、男子は黒って感じだったんですよね。ところが今はピンクとか茶色とかもあるんですよね。もう本当にこの人間のカラーがランドセルの色にも現れているなって思って、もうこのそれぞれ違うカラーを持った個性豊かな子どもたちですよね。その子どもたちが目をキラキラさせて聞きたくなるような授業をする先生が何人いるんだろう。でその先生がね、生徒のその一つの個性、一つのカラーしか理解する能力がなかったら、他のカラーを、他の個性を持った生徒は一体どうなるんだと、悲劇の始まりではないか、まあ、そんな気がするんですけどね。まあその話は置いておいて、2番目の、感情的なラポールに行きましょう。これは相手の感情に合わせることですが、相手が楽しそうにしてたらこちらも楽しそうにして、相手がねでちょっとなんかこう、まあ、鬱っぽかったらこちらもテンションを下げるみたいなね、そんな感じで相手に合わせることです。それから3つ目の精神的なラポールっていうのは、まあ、知識とか、まあ、知っていることですね。あと趣味思考とかをね共有するっていう感じで、漫画好きだったら漫画の話を振るとか、音楽とかスポーツとかオーガニック系とかですね、そんな感じでこう一致させていきますね。4つ目は言葉です。相手と同じ単語を使ったり、で話し方とかもですね、で声のトーンとか、リズムとか間の取り方とかも、真似て合わせてみると一体感が生まれてきますね。ラポールが気づけますよ。いかがですか？やってみる価値がありそうでしょ？何か人にお願い事をするときとかに、まずこう4つのカテゴリーですね、で一致させてラポールを築いていって、それからメッセージを伝えてみると相手も歩み寄って聞いてくれそうですよね。今回の宿題がねこれです。誰か家族でも友達でもいいので、一人選んで4方向からラポールを築いて自分が聞いてほしいことを話す。あと以前もお話ししましたが、こちらの意図が正しく相手に伝達できていないと意味がないので、その確認も必ずします。それから、伝えるときには例え話とか物語風に話すと相手は理解しやすいですよ。ウォルト・ディズニーに学びましょう。ディズニーランドにリピーターが多いのも、ファンの財布の紐が緩いのも、ラポールが気づけているからなんですね。教育コミュニケーションスキルって、信頼関係の悩みを克服したり、ラポールを築くヒントが第5話だけでもまだまだいっぱいあります。あなたも興味があったら一緒に学びましょうね。今日ね覚えていてほしいのは4つです。肉体、感情、精神、言葉。それでは今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。